本動画の構成。登場人物紹介。Are you ready? では、Q。これは、狂人の楽園を押された、徳川家の次男坊の物語。父上、母上、この国松にお任せください。いずれ私が徳川家の後を継ぐ。父上や母上もそれを望んでおられるはずだ。それは少年国松の無邪気な望み。しかし次の将軍は兄上、私は甲斐へ。なぜだ、父上は私を愛してくださっているのではなかったのか。なぜ兄上の晴れ舞台に私が参加しなければならない。将軍になることは叶わなかったが、せめて大阪城で100万石くらいはいただきたいものだな。破滅への歩みは始まっていた。母上、しっかりなさいませ。父上が私に駿府をお与えくださったのは、いずれ私を跡継ぎへ据えるお心づもりがあってのことだろう。なぜです、父上。国松はただ父上に褒めていただきとうて、兄上より認めていただきとうて。そして押し寄せる狂気の波。貴様無礼であろう。許せん、切り捨てる。わしが奴を切った、バカを申せ。用があるのだ、早く連れてきてくれ。たあいもない。世が世なら私は戦場で名を馳せたであろうな。うるさい、うるさい。迫る最後の時。皮肉だな、この城で蟄居の身とは。あと一度でよいから父上に褒められたかったな。私を担いで兄上に歯向かおうという連中がいるらしい。兄上の耳にも入っているであろうな。煩わしいことだ。ただ長行く。兄上、父上、これでようやったと国松をお褒めいただきまするか。映画国松とただ長、公開予定なし。乞うご期待。ざっくり解説、徳川忠長編。はい、というわけで今日は徳川家悲劇の貴公子、忠長について解説します。忠長は、父徳川秀忠と王の間に次男として生まれました。つまり、家康にとっては孫にあたります。兄には後三代目将軍となる家光がいます。忠長は、国松と名乗った幼少期、兄家光を差し置いて父と母の愛を一身に集めます。家光が不愛想で神経質なところがあるのに対し、理髪で元気な忠長を秀忠は可愛がったんですね。しかし、祖父家康の意思もあり、結局は年功序列で家光が次期将軍に決まり、彼には甲府の地が与えられ、大名となりました。しかし、理由は不明ですが、家光の将軍就任後の上洛への同行をしていないなど、このあたりから、忠長の動きが怪しくなってきます。しばらくすると、徳川家にとっては家康ゆかりの特別な領地である駿府で50万石以上の大大名となりますが、彼はそれに満足せず、大阪城、あるいは100万石以上の領地を欲したと言います。このあたりから父秀忠から敬遠されるようになってしまいます。そしてこの頃から、彼を後に有名にしてしまった、乱行が目立ち始めます。例えば家臣の手打ちを頻繁に行っていたらしいのですが、彼は翌日、自分が切った家臣を、平然と呼び出そうとしており、常軌を逸した様であると周囲を驚かせています。また、彼は自ら辻斬りまで行っていたと言います。他にも、神聖な場所で狩りを行ったり、数々の正気を失ったような行動が記録に残っています。兄家光は彼を諌める目的で幾度か使者を送りますが、状況は改善せず、結局忠長の蟄居が決定します。場所は忠長最初の領地であった、甲府。甲府へ蟄居した忠長が心配していたことがあります。それが父、秀忠の病。実は秀忠はこの少し前から体調を崩していたのでした。忠長は父の兵友、そして父を見舞うべく甲府から江戸へ赴くことを願います。しかし、それは許されることはなく、結局、遠く離れた地で父の訃報を聞くことになりました。その後、彼は高崎へと移され、1633年彼は自害し、その生涯を終えました。享年28。彼の自害については、分かっていない部分がかなりあります。自害の理由としては、家光に不満を持つ者が、彼を担ぐのを恐れたからであるなどの説があります。また自害に至った経緯も家光が刺客を送り込み、それを知った忠長が自害したとも、家光が使者を派遣し、彼に自害を促したなどとも言われます。そもそも、忠長の乱行エピソード自体が後の家光や江戸幕府の正当性を示すために誇張されている可能性もありますし、
彼が何を思って、どのような状況でこの世を去ったのかは、やはり謎な部分もあるのが実際のところでしょう。そして、このチャンネルは解説だけでなく私の演技を通して歴史をフィクション的にお楽しみいただくチャンネルでもあるので、彼の最後についてはほんの少しだけ救いのあるようなセリフと演技にいたしました。下手くそな素人なりに、心を込めて、演じたつもりです。せめてこの動画の中では狂気に飲まれた駿河大納言忠長ではなく、気ままで愛らしい次男坊、国松で終わって欲しかったのです。ということで今日は、愛されたかった次男坊、徳川忠長を紹介しました。このチャンネルでは一風変わった歴史動画をアップしておりますので、お見守りいただける方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。励みになります。では次回の動画でも歴史の世界の片隅で、あなたをお待ちしています。では、ご視聴ありがとうございました。